ュージックドラム講師の牟田正弘です。今回大自然の中からご紹介するのは大きな一つ打ちの動き、これを練習しながらフラム、ドラッグ、パラディドル3連符をいっぺんに練習してしまおうという、大胆な企画です。腕の動きは何をやるにしてもこれだけです。スティックを持ってなかったらこう動いてます。持っててもこう動いてます。全部これではまず一つ打ち、次フラム、フラムは大きな音の前にもう一歩の手で小さな音を入れる。次ドラッグ、フラムで入れた小さな音、言ってしまえばこれをもうどさくさに紛れて2回入れちゃいみたいなね、やってみます。次にパラディドル、右左右右、今度は逆転して左右左左、右左右右、左右左左、動きはこれ。次3連符、例えばカサメミュージックのカサメだったらカサメ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 、やってみます。では連続して行っています。間に一つ打ちを挟んでやっていますね。さまざまな練習方法を紹介しているカサメミュージックによかったらお越しください。スクール詳細は動画概要欄から。よろしかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。